うちの体育館に来ております。おろ、あら、すいません、すいません人生はまあまあ、アマギン TV でーすだるんだと YouTube したら格闘技が今流行ってるじゃないですか、はい、天倉みくるのさ今日ね、地元の出身の、はい、女子のプロボクサーが世界チャンピオンが来てるわけよ。WBO 世界フライ級チャンピオン天海津波さん受賞してる。まあ地元に帰郷してて、はい、今日俺がちょっとこう本気出して、マジですか、うん、簡単に言えば、はい、WAMAM エビフライ級チャンピオンワールドアマアマエビフライ級チャンピオンで試合をしようと思っております、はいはい、いい加減にしろってで、今ちょっと今日俺 あのスパーリングの相手、たけしロケットです、はい、俺したことないんだけどよろしくお願いします。お願いしますいらないオファーを仕掛け人です。いやもうしたくないマジで。この方、見てわって調子乗ってるよもう調子乗りすぎやっちよ。腕とかすごいっすね。まあまあこれね、大したことないと思うよ。女の子だと思ってますからガツンと行きましょう。帰ろうか痛い。はじめまして。お疲れ様です。世界チャンピオンの天海津波です。よろしくお願いします。意外とまだ小さいです今初対面です変な汗かいてます鹿児島のいいとこどこですか。まず人が温かい。あ、まあまあ照れるなそれで からの自然がいっぱいと。自然がね、はい、あ、無難にまとめましたこうやって世界チャンピオンがですねいるということで、今日はですね、はい、ちょっとスパーリングをガチッとしていきたいと思います。というのは嘘ですとりあえず、はい、とりあえず習おうかな。天倉みくるだから俺パクリすぎやっちゃってなんかね、中がねクーラー切れなかったから外出てきました、はい、ちょっとここでですね天海津波プロに、はい、ちょっと自分の腕を試してみたいと思います。なるほど。じゃあまず、右利きですか。右利きです、はい、そしたら左足が前です。で肩幅に開いて、はい、で左手はおでこを守る、右手は顎の方につけると、おう、こういう感じです。 OK。 で脇は締める。脇は締める、はい苦しいねこれね、はい、OK。 そこからのあんまギュッとしすぎたので次これくらいちょっとリラックスリラックスする。怖い動くなってよ拳を返す。おっしゃ、こうひねってね、はい、そうで、じゃあ引きまで、手を引きまでです。上げないです。そこ。あ、だった。はい。一個覚えたら一個忘れるわ。ここね。これは左足出すの。はいです。で、回転です。はい。おお、めっちゃいいスイス。いい。はい。手長いからね。はい。はい、じゃあワンツー、ワンツー。ジャブはこっちに、ストレートはこっちに。なるほど。オッケー、オッケー、オッケー。ワンツー。あ、ここは危ないんです。ありだね。はい、ワンツー。したらすぐガードで。したらすぐガードで。すぐガードで。それ聞いてないから俺。たらガードで。お前やりすぎだぞ、お前。いいか。はい。地元の先輩だから俺。はい。ガードですか。ボディもガード。あ、ボディもガード。下持ってください。どうすってそれガードはこうか。こうです。あ、こう、はい、こうだと思ったワン、ツー、フック、ね、はい、軸でもあるんだよね。そうです、はい、めっちゃ汗かいてくるいくよ、はい、いくよ、はい、ワン、ツー、フックのガードです。おー、焼けた後ろ向けたらダメだよねワン、ツー、フック。おー、オッケーオッケーバカみえ、ほんとにワン、ツー、フック。どうすんのなんすかこれ、これなんすか。カットこのウィービング、まずウィービング下に来たのをくぐる感じで、そうです、そうです。こうちょっと首やりすぎなんで体全体 U の字に。あ、 U の字ね。こう、こう、はい、
ちょっと気持ち悪いですね。好きの子の子の子元気の子むいちょらちょっと見してみてちょっと交代交代しますか交代アマチンテレビ中行っても暑くてこんなロビーでしたんだけどロビーも暑くて外でしょ体育館の借りた意味はなかったです外で育てたいわけよなるほど、うん、地元の後輩を、はい、まずは右手はここ左手はここ違ったっけジャブからジャブから大丈夫ですか大丈夫だよせーのせーのじゃあやっぱりいる人が下手としにくいですねいやそうですね勉強した方がいいよはいおいしょこれちょっと待ってよこれメガネが飛ぶ可能性あるからねそれは分からない、自分が関係ないんでポンっていくからさこれもう女強いぞあ、うん、そうですうんあ、うんよし、教えた通りだぞ、お前やばいやばい動き方が弱いっす動き方が弱いよし、分かった教え方ポンポンそうです、もうちょっと結構強く、はい、それぐらいお、来た、ね、もう来たあ、それ何の音になってきたよっしゃー、いけザラのポキオザラのポキオよしまだ早いからのうちはちょっと今ボディ貸すだけでちょっと痛いよやばいよし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 難しいなすげえ受けるの難しいですねあちょっと避けてみようか俺のあれで貫通したら、うんうん、奥でなあこっち側からですねあこっちから貫通は分かんないねどっちから来るかおおすげえ、うん、で2回もうできるんですよ OKOK お前早いって動き動きが早いっちよはいみたいは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 いやつにしてください間違えたブドウ変わんないですはい、これに怖いなはい、ちょっとねあれだよ近くで見るとね目がマジこうしてる時の目が、うん、やっぱり顔ぶれないもんねそうっすね怪我をするまでやめに次の種目に行きましょう神々こう当ててあそうそうそれ手受けのこれでくらってる待てってよ待てってちょっとこう手間にはグッて押さえればこれを、はい、下にタイミングを、のせーの、せーの。今日企画した人に受けてもらいたいと思います。いいよ。台風前に汗かいてさ、待てけどさ、体重が違うから。で一発で効かないと思うから、三発連続でお願いします。全然耐えれる。いけ。まず触りじゃん。触り。大丈夫だってそれぐらい。あり。あつ。いや全然大丈夫じゃあこれガチにしてよ面白くないから当たるいや多分ね絶対当たりますでしょだと思う一回じゃあもう行きますねちゃんとおい大げさやな大げさ大げさだわやばいっすよやばいっすあのヤンバルックに投げましたのでこれ結構すごいからね体育会計いや違いました体育会計やばいでしょ120件やばいっすよちょっとボディーをよ本当ですかマジですか左足が前で、はいいきなり朝起きてボディーだからこの下の方の朝10時まだ寝起きのボディーですおいしいいや、えぐまあちょっと軽くできますおお何発耐えれるかしてみていやちょいやじゃあ5発ぐらいいきますか5発まだです、まだですはいよしうわーうわー蓄積した死にますよこれ社長うちの社員になんてことしいやまず初めてやった社長は誰だそうですまあ分かったまあ見てる人のために俺は受けてあげるよ10発いくら払えば許し金で
この仕事は受けたくないな。こっちをどこってわけ？ここ。ちょっと3割返して、3割してね、3割。あー、いいだこれ。3割でこれ。3割でやばい。今日だけやってね。こういうことは一切しませんから。どこすればいい？はい。超怖い。よし。よし、一発。はい、行きます。アドルセンがグッて大人の力がやばいです。はい。なんですか今の余裕余裕ヒリヒリするね。ありがとうございます。負けてばっかりじゃ嫌なので私は、はい、私のルールでしていただきたいですね。よし、腕相撲腕相撲。まず手のひらのサイズをちょっとこう、だって全然違いますよ。ほらほら、うわこんなに違う。なんか女性らしい手だね。おお、いや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 、もう違います、ね、違う、これ手首のこのね、あれが違うよ。レディーゴー。いや、全然大丈夫じゃないですか。おお、俺ね、最近こうなんですよ。あー、聞かなかった。キャンガツンって言ったって。強い強い強いわ。いや、俺ね、左利きなんですよ。とよし、天下一の宮作って俺はレディーゴッ。ちょっと左が弱い。お母さん何歳なの？あ好きな食べ物はね。何も通用しないですね。負けた。やった。よし、今2002杯、次は俺の18番手押し相撲を大会したいと思います。強いですもんね。強いわ、手の長さは違う。来てうわうわ、負けたので。これは余裕だわ。ちょっとあ、これはダメです。第1回戦ピーよっしゃ。あっ、ほんとヘビミおぉー、強いっす。やっぱ強いっすね。手押し相撲強いよ、はい、もうちょろいもんやった、はい、もうちょっと頑張れよ。ボディーがあったわ。どうしよう、リベンジしますか。ボディー打っていいんだったら。まあそういう卑怯な手で世界を取ろうなんて。いくぞ、はい、よし、はい。あいつのジャブ痛いんだってマジで。痛いよ、素手だもん。そりゃそうっすよ、ブヨンブヨンしてるわけだから40だからさ。そういうことです。ありがとうございました。ありがとうございます。今日は天界津波プロとですね、暑い中ですね、浜金さんご苦労様でした。こっちから、ね、ぶっちゃけ会って小柄ですね、可愛いんですけど、パンチはえぐいです。身をもって身をもってですね、まあだから女子プロの凄さっていうのを本当実感しましたね。ところでですよ、はい、なんで女性でボクシングをしようと思ったんですか？もともと本当はサッカーしてたんですけど。サッカー、はい、小中一の村でサッカーして、うん、高校は神村学園でサッカーを、うんうんうん、神村学園で、はい、卒業して上京して実業団に入ろうと思ったんですけど。サッカーで、はい、うん、その時に、まあ、高校の時サッカー一緒にしてた友達がボクシングしたくて上京するんで一緒に上京しようみたいな。そのジム、友達が通ってるジムにジムをちょっと遊びに行って、あ、遊び半分で運動がてらみたいな感じで、友達がやってるのを見て、まあいいなと思って、まあ、ベルトを取ってみたいな、ベルトを取ってみたいな。何年前っけそれ？あ、もう18年前ですね。18年前に格闘技を、女性の格闘技じゃなかったですもんね、あんまりね、まだね。そうですね、今よりね、はい、そうですね、全然なかったです。もう人を、まあ、殴ってこう罪悪感ないんですか？質問がじけ、質問がじけ、ありました。 あるよね。殴れなかったんですよ、うん、この田舎のね、こうのどかなところで過ごして
上京して人を殴るというですね私には理解できませんけど勝ちたいってやっぱ負けず嫌いのところもあるので、なるほどなるほどなるほど、もうやるなら勝ちたいし、それは相手がそれなりに練習はしてるんで別に、あ、打たれてもですね、そうです、打たれる、ちなみに今日俺練習しないですからねおいくつでしたか、すみません、38歳ですね、25歳見えるんですよ、ありがとうございます。ど、今までこう男性とかとは殴り合いしたことないですか？あ、全然ありますよ。ありますか？はい、うん、全然。彼氏とかです？彼氏とかは殴ったこと今後の夢とか流れですか？もう一回世界チャンピオンのベルトを取ろう。なるほど、はい、すげえ、挑戦するっていいですね。専業集中かと思った今本当は今日リングあれば勝負したかったんですけどね、ちょっと今日は、うん、あの私の都合上怖くてやめました講演会みたいなのが今立ち上がってみたい。肝付町内の裏 の地元の方があの、うん、天海津波の講演会を作って、うん、くださったので、興味のある方はぜひ講演会に入って応援よろしくお願いします。神々です会費があの1000円なので会費1000円だとまた見てる方がいらっしゃるですね、協力なりあの対戦なりですね、いつでもボディは打ってくれそうなのでですよね、でもボディ一発1000円出すのでこ地元でもボクシングに興味あったりとか女の子でしたいことがあったら銀 TV にあの言っていただければ、こっちで教育とレッスンとか、それはまた地域活性になるかもね。そうですね、よろしくお願いします。お願いします。おっす、ありがとうございました。